皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転士の翼です。本日もこちら一芸アプリ駅メモを使って鉄道の旅に出かけます。早朝の函館駅、寒い。皆さんは新幹線といえばはやぶさ、のぞみ、みずほなどの速い列車をイメージすると思います。しかしやまびこやこだまなどより多くの駅に止まる新幹線もありますよね。というわけで今回は新函館北斗駅から新幹線に乗り、全駅に停車する新幹線を乗り継いで鹿児島中央まで向かいます。果たして何時間かかるのでしょうか。現在の合計駅数5717駅です。新幹線の駅だけに順当にチェックインしていきますので、新幹線で乗車したことのない新青森から仙台までと博多から鹿児島中央までが新しく増えます。それでは早速駅メモで新幹線各駅停車の旅スタートです。まずは6時7分発普通列車函館ライナーで新函館北斗駅を目指します。北海道新幹線はスイカなど IC カードを使えますけれども、函館駅は IC カードは使えませんので、このように紙の乗車券を購入しておきましょう。駅のこっちを見ると函館の朝市が見えます。今回のグルメは駅弁かな。ほとんど改札を出ることはないので、車内で気軽に食べられる駅弁をいっぱい食べていきます。いっぱいって言って別に5食6食食べるわけじゃありませんけどね。今回もナレーションよろしくお願いします。切符を入れていざ入場。キハ40の3両、もうこういう3両は見納めでしょうね。エンジン音を轟かせてキハ43両いってらっしゃい。そしてこちらには道南イサリビ鉄道の車両が止まっています。元 JR 車両キハ40。こちらにはキハ261系1000番台特急北斗号、スーパー北斗という名前はなくなってしまいましたが、函館から札幌までを結びます。ヘッドマークもフルカラー LED ですね、かっこいい。そしてこちらが私が乗車する733系函館ライナーです。函館ライナーという名前がついていますが普通列車です。ちなみにロングシート。函館駅6時7分発普通列車函館ライナー新函館北斗行きです。開閉ボタンを押してドアを開け、後ろに気をつけて閉めるのボタンを押します。鉄道ファンの大好きなロングシート。函館を出発し五稜郭、桔梗、大中山、七重を通り終着の新函館北斗です。新函館北斗駅到着しました。新幹線 E チケットを使いますのでチケットです。6時39分発のはやぶさ10号東京行きに、さあ乗車です。まさかの新函館北斗駅始発の新幹線って H5 系なんですね。それでははやぶさ10号 H5 に乗って新青森駅を目指します。 H5 の特徴の一つ、ドア入ってすぐのところが JR 北海道色です。新函館北斗を出発し北海道上磯郡木古内町の木古内、北海道上磯郡尻内町の湯の里尻内信号場、ほどなくして青函トンネルに入り、青森県東津軽郡今別町の奥津軽今別、ついでに津軽線の大台、そして中小栗にチェックインできたので津軽線もやっと全駅コンプリート。海峡線は達比海底を残してあと一駅です。北海道新幹線の起点新青森に到着しました。到着しました、新青森です。あ、ここにも水ゼリーあるんですね。水ゼリー、さすがに寒かったので水ゼリーはお預け、 H5 をお見送りしましょう。はやぶさ10号は途中盛岡まで何駅か通過してしまいます。ですので盛岡まで各駅に停車するはやぶさ14号に乗って盛岡まで向かいます。だいたい1時間ぐらいインターバルがありますので、ちょっとご飯探しましょう。新青森駅の東口です。まだまだ寒いですね、北海道みたい。向こうには奥羽本線の新青森駅のホームがあります。奥羽本線と北海道新幹線ほぼ直角に交わってんですね。西口は向こうの方にトヨタレンタカーと、こっちはあれ、特に何かあるわけでも、この建物は
この建物は何でしょうかね。立体駐車場の入り口のように見えますけども、ねぶた祭りにこちら側ねぶたロード、駅コンコースを歩いていると701系が入線。南口は送り迎え専用の車がたくさん止まっています。あとタクシーが数台と、こっちには701系、青森行きの701系もお見送り。行ってらっしゃい。新青森から普通にこのように紙の切符を使いますが、新青森から東京まで途中下車できません。新幹線を降りることはできますが、途中下車、つまり改札を出ることができないんです。乗車券と特急券2枚重ねて自動改札機に入れます。この入れる瞬間がワクワクドキドキするんですよね。はやぶさ14号は新函館北斗の2番列車です。木古内と奥津軽今別は通過する列車です。新青森駅を出発しました。早速新青森で買った駅弁を車内でいただきましょう。北東北のニューデイズ限定道の駅鶏めし弁当です。他にもホタテめし弁当やウニめし弁当もありましたが、一番お安い鶏めし弁当にしました。食事の時だけマスクを外していただきます。カレーやラーメンも好きですが、この年になるとそろそろ和食が体に合ってくると思います。美味しい朝ごはんの途中で青森県上北郡七戸町の七戸十和田、青森県八戸市の八戸、青森県二戸市の二戸はスクショし忘れ、岩手県岩手郡岩手町の岩手沼区内を通り、岩手県盛岡市盛岡に到着しました。盛岡に到着しました。すぐ隣の山びこ52号に乗って今度は仙台を目指します。それじゃあ小町との連結を見ましょうか。秋田からやってきた E6 がじわじわと入線してきます。私が乗ってきた E5 も連結準備完了。ここからは運転手さんの腕の見せ所です。数メートル手前で停車し、緊張の一瞬。連結完了です。いや、増解決作業っていつ見ても迫力ありますよね。17両になったはやぶさ小町14号をお見送り。やまびこ52号のドアが開きました。さあ、それでは仙台まで各駅に停まるやまびこ52号に乗車。盛岡を出発しましょう。岩手県花巻市の新花巻、岩手県北上市の北上、岩手県奥州市の水沢江差し、岩手県一ノ関市の一ノ関、宮城県栗原市の栗駒高原、宮城県大崎市の古川を通り、宮城県仙台市青葉区の仙台に到着しました。森の都仙台に到着しました。次は13番線から14番線に乗り換えて11時44分発やまびこ138号に乗車します。やまびこ138号は E2 系です。 H5 から始まって E5、 そして E2E3 翼乗れるかな。乗車してきたやまびこをお見送り。後続のはやぶさ小町もお見送り。ドアが開いていざ乗車。座るはもちろん最後部の座席です。残念ながらコンセントがないんですよね。仙台を出発しました。宮城県白石市の白石蔵王を通り、なんと福島県福島市福島で降りてしまいます。福島で途中下車ではなく途中降車しました。もちろん連結作業を見るため。私と同じ名前 E3 新幹線翼が入線してきました。手前数メートルで一旦停止し、緊張の一瞬。
連結完了。ものすごく優しく連結しました。本日2回目の連結作業、しかもめっちゃ慎重に連結しました。さあ、というわけで E3 翼自由席に乗ります。ミニ新幹線なのでステップが出ています。運よくコンセントがついていました。充電充電。福島を出てもしばらくは逆走し、渡り線を渡って上り本線に入ります。楽しい E3 翼ですが、なんとお次の郡山で早くも降ります。郡山に到着しました。翼が翼をお見送り。しつこいですね。後続のやまびこ212号に乗って東北新幹線の起点東京まで向かいます。後続のやまびこは E5 でした。やまびこ212号で福島県郡山市郡山を出発し、福島県西白川郡西郷村の新白川、栃木県那須塩原市の那須塩原は動画を撮り忘れ、栃木県宇都宮市の宇都宮、栃木県小山市の小山、埼玉県埼玉市大宮区の大宮、東京都台東区の上野を通り、終点東京都千代田区の東京に到着しました。東北新幹線東京まで戻ってきました。この後は14時57分発 JR 東海東海道新幹線各駅停車こだま号に乗って終点の新大阪まで向かいます。新幹線の切符お持ち帰り、そして普通乗車券にも無効印、切符2枚とも持って帰ります。ああ、もう東京なんて思い立ったらすぐ家に帰れますけど、家には帰らず新幹線で西を目指します。さあ、 JR 東海東海道新幹線のホームに入場しました。14時57分発こだま735号、プラットこだまで終点の新大阪を目指します。プラットこだまなのでワンドリンクゲット。知っていましたか？背もたれの布は毎回変えているそうです。遅めの昼食はこちら、三元豚とんかつ弁当。お弁当らしい梅干しと衣サックサクのとんかつがぎっしり詰まっています。食事中だけマスクを外していただきます。新橋を通過中に腹ごしらえ、東京を出発し、東京都港区の品川、神奈川県横浜市港北区の新横浜、神奈川県小田原市の小田原、静岡県熱海市の熱海、静岡県三島市の三島、静岡県富士市の新富士。誤って志津鉄の県総合運動場をチェックインしてしまい、静岡県静岡市葵区の静岡、静岡県掛川市の掛川、静岡県浜松市中区の浜松、愛知県豊橋市の豊橋、愛知県安城市の三河安城、愛知県名古屋市中村区の名古屋、岐阜県羽島市の岐阜羽島、滋賀県米原市の米原、京都府京都市下京区の京都、またまた誤って山陰本線の梅小路京都西にチェックインしてしまいましたが、終点大阪府大阪市淀川区の新大阪に到着しました。到着しました新大阪。この後もこだまを乗り継いで最終電車で広島までなんて行きたいですが、さすがに疲れましたんでもう新大阪で宿泊します。ちょうど運よく N700S、 しかも H1 編成って書いていますから、もしかしてトップナンバーですかね。夕食は新大阪駅1階、味の小道の中にあるもじゃカレーさん。以前1階だけ来たことがあったので再訪です。ネギビーフカレーを夕食にしました。